ロレスリングバサラ12月25日後楽園ホール大会についての記者会見を取り行います。まず先日11月30日新木場大会後に全対戦カードを揃えまして全7試合が決定いたしました。全7試合の対戦カードを試合順を含めてここで改めて発表させていただきます。まず第1試合スピードオブサウンズストム大杉ヘラクレス戦国民対片戸大地山本浩二組。第2試合大逆転プロレス裁判容疑者 X の検診弁護人劉豪馬対検察官丸山敦史対証人吉野達人対容疑者 X。 第3試合シングルマッチ塚本匠海対トランザム龍一。第4試合シックスメンタクマッチ What is metal 本物のメタルレスラーとは。アイアンプリスト風磨まどか久保雄介組対笠井純三上頼む作とわ組。第5試合スペシャルシングルマッチ佐賀と一世一代の大勝負佐賀と対秋山純。第6試合セミファイナル横浜ショッピングストリート6人宅選手権試合大茶組アブドーラ小林植木隆之高橋正也組対騎馬隊挑戦者組金本浩二関根隆一中津亮太組。メインイベント第6代ユニオンモックス王座決定戦小高勇対トランザム博士。以上全7試合となっております。それでは順に所属選手よりコメントを出させていただきます。まず第1試合タッグマッチに出場いたします片戸大地選手井本浩二選手お願いします。お願いします。今回後楽園大会のオープニングマッチですね、出させていただきます。オープニングマッチということで、大会の成功を、本当に、この第1試合で、大会の成功が、左右されるようなですね大事な試合だと思っておりますので、気合い入れて臨みたいと思っております。それだけでなく、バサラは、間もなく1周年を迎えて来年2年目に入ります。片戸大地としてこの1年目特に、結果を残すことができなかったのでこの第1試合熱い試合をして来年こそ片戸大地来るんじゃないかバサラ片戸大地いいレスラーがいるなっていうふうにそういうふうに思っておられるような、改めてですねバサラは俺が引っ張っていくその初心表明となるような試合をしたいと思っております。よろしくお願いします。続きまして山本選手です。はい、自分は旗揚げからバサラずっと参戦させてもらってて、今回も後楽園に出させていただくことになって、第一試合ということで、この中で一番力強さと強さを見せつけれればいいかなと思って、で勝って騎馬隊が、ベルトを取ってくれるようなこう弾みになればいいかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、リュウゴマ選手お願いします。現在の我が国の司法の状況を考えますと、起訴されたものの 99.9% は、有罪になっているという状況でございます。否認事件に限ってみましても 99.5% つまりやってないと主張している人の200人中199人これが有罪になってしまっているというのが我が国の現状です。他の先進国と比べても圧倒的に有罪率が高いという状況つまりこの国は冤罪を作り続けているんです。私はこのプロレス逆転裁判現在のところこの日本の悪しき慣習に負け続けています。ひろき選手 MC サミ選手、それから頼む作鳥羽選手、みんな有罪でした。これはもうしょうがないことなんです。もう小物なんですしょうがない。ただ12月25日しっかりと容疑者 X この人格的にも高潔でプロレス界に多大なる貢献をしてきたその X が無罪であるということを示すことによってプロレス界とこの国の司法を私が
変えたいと、そういう意気込みで12月25日臨みたいと思います。12月25日トランザの龍一選手と戦うわけなんですけれども、試合に関して自分の方からトランザの龍一選手に対戦を要求して試合という経緯になったんですが、なんでこうトランザの龍一選手と戦いたいと要求したのかというと、僕も元大日本プロレスで川上選手後輩でやってきて、自分と川上さんが出会っても7年になるんで、そこを話すとすごい長くなってしまうので、あまりこう多くを語らず試合に挑みたいところなんですが、自分としては個人的なんですけど、トランザム龍一というよりはもう川上龍一として、試合をしたかったなというのがあって、すごくちょっと寂しいところもあるんですけど、でも本質は中身はもう川上龍一だと思うので、そんなまさらに、トランザム龍一としてすごく弾けてる川上さんと今も絶賛弾け中の自分が戦って、自分がもちろん勝って、もっともっと弾けていきたいなと思っております。ありがとうございます。では順にもしくは、代表を務めます。どうぞ。代表で、では、アイアンプリズム代表いたしまして、風磨選手をお願いします。まずこの今回このアイアンプリーズと対葛西潤、三上、田野武則、鳥羽というね、スーサイドボーイズとスーサイドモンキーの、ね、合同タッグチーム、私がこの対戦を希望させてもらった、そして2人には相談することなく決めてしまったことをここで終わりに申し上げます。聞いてないからな。まずスーサイドボーイズだ。もう名前からしてロックンロールじゃん、こいつら。そうだな。田野武則、鳥羽さん、あなたにはタイランドとかでいろいろお世話になった。そして三上さん、あなたとは練習生の時から練習を教えてもらったりしたけど、試合とかほとんどしたことないから、やるならこのタイミングだと思った。ね、そうですよね。そうだな。まとめた。そして葛西潤だ。これはね、もう前々から気づいてきたことなんだが、日本のメタラーは葛西潤ファンが多いんだよ。いや、メタラだけじゃない、パンクスとかももうロックだ、それはわかるよ。いや、もうこれはもうちょっと恥ずかしいですけど、僕だって葛西さん好きっすから、ファンですよ。メタル。いや、もっともう、もうルックスからしてもメタルじゃないですか。そうだな。そう、それにちょっと聞いてください。アビゲール、日本のアンダーグラウンドシーンが誇るブラックメタルバンド、アビゲールとコラボとかしてるんですよ。なんだって。知ってました。羨ましいだろ。キョトンとしてるあなた、アビゲル知らないとは言わせないぞ。すいません。英国のヘビーメタル雑誌メタルハマー氏が選んだ日本の素晴らしいヘビーメタルバンドトップ10に入ってるんだぞ、アビゲルは。でもちょっと一つ言いたい。葛西さんの入場曲、ココバットでしょ。ココバット、どちらかというとメタルよりはハードコアパンクにカテゴライズされるココバットですよ。そうだな。そこで私は葛西さんに問いたい。あなたはパンクスなのかメタラーなのか、どちらかということを。でもね、これもちょっと恥ずかしい話なんですけど、いや、僕もココバット好きなんですよ。好きなの。今年ココバットのライブ行ったし、行ったんだ。いや、なんだったらタケシットさん、ベースのタケシットさん、逃げたのね、いたんで写真一緒に撮ってもらってます。僕もそうですよ。鉄アレイとかディスチャージとかデスサイドとか、メタリックな音するハードコアパンク、あれもう好きなんですよ。好きなのかよ。いやメタルがもう聞くたびじゃない、聞くほどハードコアなのかメタルなのか分からなくなってくる。だからもう僕はこの戦いで、このスーサイドボーイズ、スーサイドモンキー、葛西潤、そしてアイアンプリーストのこの6人タッグの戦いで、ハードコアとは何か、ヘビーメタルとは何か、シートはロックンロールとは何かを導き出したい。おう、そういうことですよ、この6人タッグは。僕が言いたいこと言ったんで、2人全部代弁してくれたんで大丈夫です。
ありがとうございます。言いたいことはそれだけだ。ありがとうございます。いやお願いします。11月20日申し訳ないそこでブラザーさんから、秋山さんとのシングルを発表したとき本当に焦りとしました。ただやっぱその後どんどん日が経つうちに秋山さんとやっていく喜びってのがあって、そこからまたなんてとにかく秋山さんとやって何か変われるのかなっていうことがなんか分かってきたのかもしれないんで、12月25日後楽園ホール大会、秋山さんをぶっ倒したいと思ってます。以上です。ありがとうございます。スイ来ましたね。来ました。騎馬隊がベルトを取るチャンスが、そうですね、最大のチャンスが、最大の大会で来ましたね。いいですね。もう場所は整ってから、場所は整ってますから。そうです、うん、それよりもちょっと待ってたよ。それは思うんだよ。なんだよ前哨戦で全部植木に全部、なんだよあの態度は。俺はすげえ腹立ってんだよ。だって俺のイメージがだんだんなんか一人に向かってってんだよ。どうだって。いやだってあいつ下ネタばっかり言い合ってさ俺のイメージってのもあんだよ。植木さんが下ネタ言うだけじゃ別に関根さん下がらない。いやいや、なんか俺まで下がってきてんだよ。俺までなんか今まで綺麗なお姉ちゃんとかファンでいたんすよ。いたんすか。ねえ、いますよね。いたんすか。いやいや、いますよね、記者さんね。おかしいだろ、みんな捨ててるって。何もいたんだよ。いたんだよ、それがな。 あの前哨戦の前からな、全然いなくなったんだよ、俺。ほんと困ってんだよ、それ以降全然モテないから。だから10月21日は25日ベルマッチな。今度こそベルトしっかり取って、お総大将とな、イケメン3人がな、取ってやるからな。モテますからね。モテんだろ。あれ取ってはモテんだろ。狙いは警察官ですか。え、狙いは警察官なはずねえだろ。あんなの倒したものは意味ねえんだよ。やっぱ大きい小安さんを倒したらな、今以上になモテるって俺は分かってんだよ。おだから俺あの小安さんを倒してベルト取って、あのショッピングストリート、あれでお茶持って、あれは持ってたら全国がどこのショッピングモールでもストリートでもな、ショッピングモールでもストリートでもな、お肉でも何でも割引って買えるんだろ。そういうもんだろ。そういうもんっすね。違う。そういうもんです。そういうもんです。そういうもんじゃないのか。違う。まあいいよ、まずはうちらの騎馬隊の結束力を測って、あのベルト取りに行ってやるよ。結束力を測って取りに行ってやるよってことだよ。分かったら、次ほどないっすか、なんか。どうぞ。まとめらんないよ、もう今のはもうポップすんなら、ポップする間に言わせてくれ。ポップする間に何かございますか。総大将とのチーム、はい、まああまり組む機会はないですけど、連携は大丈夫ですか。もう連携大丈夫ですよね、総大将。馬も用意しますか。馬も用意して、そう、今探してるんですよ、今。ドリームジャーニー。ドリームジャーニー。あ、でも競馬の馬ですね。ほんとはこの前大井競馬も行ったし、あとあのサファリパークも行ったし、モンキーパークも行ったもんね。あと関係ないでしょ。え、だってもう関係なくないですか、モンキーパーク。じゃあもう一回ご質問ございますでしょうか。牧場探すから、もうもう一回ご質問ございますでしょうか。ベロイでしょ。ベロはベロじゃダメ。ベロじゃ遅いから。おっしゃ、行くぞー。せーの、キーパー隊。しゃしゃ、よいしょ。6では最後にメインイベントで行われます第6代ユニオンマックス王座決定戦、出場いたしますシンプルリーグ伊佐崎2016優勝者トランザムヒロシ選手、
並びに、ダックリーグアイアンピストトーナメント、優勝チーム小高久美選手よりそれぞれコメントをお願いします。じゃあまず広瀬選手から大丈夫ですか。はい、じゃあ私から、私はですね、今年でデビューして5年が経ちまして、まあ、今6年目なんですけども、やっぱ私はデビューした時からですね、まあ、大学卒業して1年間まあ、ニートをしていることもありまして、23歳なんですね。あまり若くもない年齢でデビューしたので、ちょっと焦りがありまして、もう早く出世してやろうという気持ちで、もう常に近道を通ってやろうという、もう人が、ね、通らない、まあね、通ってきた道っていうのを、俺はもう避けて避けて、もう最短距離で、上り詰めてやろうという気持ちで、やってきたんですけども、結果として、まあ、1年、ね、デビューの遅い竹下は、KOD に取ったりとか、まあ、遠藤もね、タイプとか、あとタランティアでいうと上谷選手もね、ストロング、ヘビー級王座をね、取ったりとか、あとちょっと仲良かったタンク長屋もなんかいつまでチャンピオンになったりとかしたんですけども、まあ、結果として私が近道を行って、まあ、最初の方はね、結構脅威を信じみたいな感じでしたけど、なんとなくこう、みんなと同じぐらいのペースで歩んでいたことに今になって気づきました。で、まあ、今年の、6月にですね、頂のリーグ戦で優勝して、もうようやくこれはもう目が出た、私のやってきたことは間違いじゃなかったと思ったんですけども、まあ正直ちょっとふわっとしたもんなんで、まあ、最強とはいえど、まあね、私は物より覚えてたと思うんですけども、やっぱり結局物っていうのは大事なんですよね。ということでですね、このクリスマスのユニオンマックス王座戦、私はこのベルトを必ずや我が家持ち帰るクリスマスパーティーの魚にしてですね、私が今まで邁進してきたこのアメリカンプロレス動画ですね、間違いでなかったということを確信にしたいと思います。アメリカンドリームをつかみたいと思います。以上です。ありがとうございます。では続きまして小田君さん、一人お願いします。はい、そもそもまずユニオンマックスをかけて最後の試合したのはユニオン最終戦の去年の10月の石川修理戦だったんで、そこで、まあ、僕なんとか勝つことができて、そこでこのベルトを封印するという形になったんですけども、まあ、確かにこのベルトを封印していつかこいつの出番が来るって言ってたけど、果たしてどのタイミングでこいつが来るのかなっていうのは楽しみにしたんですけど、そこでまさかトランド・キロシの方から出てくると結構僕としても結構驚いたところがありまして、僕の中で12月25っていうのは僕の中での今年1年バサラでやってきたことの集大成っていうものを見せたいんで、それを見せるために 100% の確率で僕はこれを取って持って帰らないといけないのかな、そういう気持ちでいます。去年の10月ベルトを守れたのに悔しくてなんか悲しくてなんかやっぱ涙が出ました。今年の12月の25クリスマスは勝って、まあ仲間が一番いいですけど、できれば仲間がいいですけど、嬉しい涙にして、なんかみんなとファンの皆さんと幸せな空間にできればなって、そういうふうに思ってます。ありがとうございました。それではここで、佐賀戸選手、並びにトランタム・ヒロ選手、小高島選手、それぞれにご指摘等ございましたら、お願いいたします。じゃあトランタム選手、はい、まあ先ほど三選手が封印を解くタイミングがまさかトランダム選手から言われると思わなかったみたいな発言がありましたけども、どの辺からユニオンマックスの封印を解こうという考えが浮かんできたんでしょうか。
いやでも私もびっくりですよね。だって去年の、10月のユニオンの解散興行って私セロテープで首を絞められて宙吊りにされてたんです、まあ、そんな人間がねこのユニオンマックスの封印を解こうっていうのは、まあ、私自身もびっくりなんですけど、でもまあユニオンの生え抜きって言ったらもう私か風磨しかいないんですけど、風磨選手はもうちょっと遠い世代に行ってしまえたので、僕はもう私に得しかない、そういう思いでした。お相撲のいつ頃からいつ頃からっていうのはいつ頃、いつ頃、そうですね、まあユニオン、いただき取ったじゃないですか。まあいただき取ってで、まあベルト欲しいなと思ってたんですけど、まあこのバサラの台所事情を私は把握しているので、また風磨選手の話なんですけど、余計なって言ったんですけど、トロフィーを作ってしまったせいでより、切迫してしまったので、あるじゃないかと、まあ、気づいたのが、まあ、ラジアントの直前ですね。ついでに、沢戸選手に対して、沢戸ですか、はい、まあ、本人に聞くより多分広瀬選手に聞いた方が早いと思うんで、なぜ後楽園ホールで秋山純選手をぶつけようと。ああもうそれはもう単純にご褒美ですよ。沢戸はもうね今頑張ってますから、昔はね本当に、最低のクズでした。バイトに遅刻してもうクビになるようにでももう今は改心して、しっかり待ち合わせの時間により5分早いぐらい来ますし、なんか雑用もやってますけど、はい、その対価としての秋山選手です。ちょっとこのずつそれぞれの試合に対する賞賛みたいなことがあるんですか、思い出みたいなことが伺ったんですけど、はい、そうですね、じゃあ、あんま喋りたいんで僕から喋らせてもらいます。まあ、バサラができて一番なんかその結果っていうものにこだわり始めたのがトラザミヒロシさんかなっていう気がします。まあなんかそれはまあこれはもう僕の憶測の影響出ないですけども、やっぱ旗揚げ戦初戦でやっぱ関本大成とやったところなのかな、で多分その集大成が JF25 だし、僕のバサラを作ってその気持ち作り上げてきた気持ちっていうののその集大成も12月25に出すんで、ただヒロシが思ってるほど僕は簡単じゃないし、一回確かに超えられてますけど、まだまだ高い壁としてやっぱあり続けなければいけないと思っているので、それは他の後輩たちに対してもそうと思いますし、もっと悔しくもっと貪欲になってほしいっていうふうに僕は後輩のレスラーたちに常々思っているので、まだまだ僕が譲るわけにはいかないというのが正直なところです。ありがとうございます。ヒロシさんもう言いたいことは久々に全部言いました。ありがとうございます。はい、本当にそう思います。じゃあ負けるじゃないですか。もう私はですね、まあ今回はねこれをベルトを勇さんに言って出してもらっていったんですけども、まあ勝ち星でも私は勝ってますからね。そうでしょ、賞賛は十分、賞賛は十分あるんです。パーフェクトプレックスも、ほとんど決まってますから今年に入って、もう今言ったようなことはもう最初から私ももう念頭に置いてますから、そこはもう全然油断してない。はい、はい、ありがとうございます。以上、ここでご質問等なければ、以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。2016年12月25日後楽園ホール大会バサラ25疾風陣雷、17時半会場、18時半開始、東京後楽園ホール大会、どうぞお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。